今回のテーマは看護医療系でよ,すだよく出されるテーマは何なのかそしてそのテーマについて考えるときに身につけておくべき知識はどんなものなのかこれについて説明していただきますそれでは博覧船によろしくお願いします看護医療系の学部学科の小論文問題でよく出題されるのが 自然や生命、科学の大切さ、そしてて何と言っても医療の在り方を考えさせる問題じゃ。看護医療系の小論文入試は他の学部以上に適性を持った人間を選ぶ傾向が強い大学の出題者はその受験生が医療関係の仕事に就くのにふさわしいかどうかを見ようとして。 そのような問題を出して自然や生命、科学、医療問題について受験生がきちんと考えているか知識があるかを試しておるんじゃ医療問題や生命、自然についての本を読むなどして知識を持っておくと良いの